BMX 初心者のシュパーマネカスンです。ユインです。よろしくお願いします。お願いします。さあ今日はですね、はい、対決コーナーですよ。お、いいですね。はい、今までネット、はい、そして星座やりましたね。再生数取れてない、うん、あの大人気企画はい、その大人気企画の新しい、はい、バージョンということで、はい、まあこれからね、うん、まあ、BMX ゲーム、うん、でやっていくんですけど、うんうん、ただそれではね、うん、ちょっとね、俺も乗ってないんで、はい、うん、ちょっとさすがにこれはハンデがありすぎるんじゃないかと、うん、ということで、はい、巨泉さんにはこれをつけてもらいたいんですよね、はい、ガムテープ。これ見た瞬間にあるアニメを思い出す方もはいはいはい、言うかもしれないんですけども、はい、頭文字が D のやつですね。あ、 D ね、頭文字が D、 ほぼ言っとるやん。こちらを巨泉さんには、はい、手に片手に、まあ、つけてもらった上で、はい、俺と勝負をしてもらうと。なるほど、うん、ガムテープデスマッチやね。ガムテープ デスマッチ。まあただ BMX でこれがどれぐらいの効果を発揮するのかやったことないけど、まあ、やったことないんでわからないんですけど、これで、うん、俺が勝てば、うん、じゃあ1万円ってことで。おお、いいやん、うん、え、俺だけつけろ。あ、そりゃそうやろ。あ、そうか、うん、まあ俺が勝てば1万円もらえるってことで。いい？え、俺の方がなんかリスクでかないだって俺だってもうそんなんね、うん、だいぶ実力差もあるし。いやいやいや、俺もう今手首怪我しとるけ、うん、いや、いいやん、そしたらまあちょうどやな、まあ、ちょうど固定されるけ、うん、巻きながらね、半立てに巻いたらやん。あ、そっかそっかそっか、うん、逆に馬なのやな調子よくなる、調子よくなる、手首の。まあ、ということで、じゃあまあこれからゲームやっていくんですけど、はい、まあルールとしては、うん、まあ BMX ゲーム、はい、ということで、まあ、どっちかが先、先攻が、うん、やる技を決めます。はいはいはい、はい、で、その技をめくったら、高校の人がその同じ技をやって。なるほどなるほど。めくらなかったら、うん、先攻の人の勝ち。なるほどね、うん、一勝ね、一勝、うんうん、じゃあ 3勝した方が勝ちよね。そうそう、 BMX で。そうだね、はい、うん、OK です。ということで、はい、じゃあつけていきましょう。はい、はい、じゃあということで施術していきたいと思います。はい、右手でいい？左手にしようか。いや、左手きつくない？検証や、右手やった。いや、もう右手やけん、ちょうどよくしてもらうな。あ、いいね。あー、いい。まあまあ、これぐらいの体、きつめの方がいいかも、これこれぐらいの体ではね、ま、うん、ここはね、今んとこテーピングやで、はい、いや、いきますよ、はい、あ、そっからいくやね雑なブレーキ握っちゃいかんよブレーキ握らんとってよ。もうぐるぐる巻きですよ。ぐるぐる巻き、ガムテープデスマッチやね、まさに。もう、これはもうやばいね、これ藤原拓海やで、ほんとにこれはこんな感じなんや、うん、藤原拓海。これ見てください、これこれやばいな。すごいでしょ、これ。これもう動かんよ、うん、この辺まで行ったら。いやいや、意味ない、意味ない。もうジャオ王演説くくりゅうか打てるぐらいのあったね、ここら辺にドラゴンね。そうそうそう、こう巻きついてくるやつ。はい、これは来ました。マジで動かん、これ見てください、これ。何？すごいよな、寄生獣みたいになってるよ。いや、ただの片手持っとるじゃなくて、うん、こう動かんけん、うん、あ、そっか、こう、このこういう動きができん。なるほど、かなりやばい、これ、はい、右みたいな右連れてるみたいな、右これみたいなBMX に生えとるやつみたいな俺が右みたいな。そう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 、これはいいよ、勝てる気がしてきた。まあ、ということでね、まあ、これはまあちょっと、俺もね、はい、1ヶ月以上はもう余裕で乗ってないんで、まあ、ということで、まあ、これでちょっといい勝負できるんじゃないかなと思うんでこれはなかなかやばい、はい、巨泉がね、うん、あの、あ、こっちか、あ、違う、右、まあ、これから、うん、まあ、いろいろね、まあ、簡単な技からちょっとやっていきたいと思っております。これバースピン無理じゃん。いや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 、こうなるよ。ということで、やっていきましょう。はい、レッツチャレンジ。それでは、はい、まず一発目、うん、じゃあ先行は私、主任から OK やらせていただきます。了解です。一発目の技はこれだ。負けるわけにいかんけんね。まあ、まずハイドラントからいきましょう。あー、はいはいはい。もう怪しいよ。よし、あー、オッケー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 。はい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 、はい、まずハイドラントね。まあ、怪しかったけど細かい戻りとかはもうあれにやろ、自由で。まあまあまあ、全然全然、もう好きなように。もう、あの、とりあえず形さえできたら OK です。これもうこの時点できついもん。まあまあ、これはやってもらわんとね。お、あ、おお、これはね、いや、いやいやいや、これ俺じゃないんよ。あ、こっちか。俺やんよ、はい、右なんよはい、じゃあ続いてはね、はい、こちらになります。なんでしょう、この、え、何この形からいきますよ。何それ、もう、うわ、はい、バースピンですね。いやいや、ひっついたんよ。 BMX の基礎、バースピン。右になったんよ、はい、ここが。じゃあ右選手だってもうこれ見て、これあの、ウニュってなってるもんね。浮き出てるもん半回転で、ちょっとだけでも走行したら OK。 あ、OKOKOK、 OK、 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 うん、いきます。はい、あ、なんだ、あ、す
すごい素晴らしい。痛い。え、どこが痛かったの？いや、もうここら辺って、ここら辺が痛いよね、なんか。あの、ねじれるもんね。ねじ、ね。いや、でも素晴らしい。いけました。すごいね。いやね、これぐらいはね。はい、じゃあ続きまして、ちょっとレベル上げていきたいと思います。はい、こっからですね。こちらですね。お、出た。出ました。はい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 。はい、こちらです。なるほど。まあまあまあ、巨船の、まあまあ、まあ、代名詞と言っても過言ではない。お箱ですね。ただ、はい、ただ右手が離れないという。あ、ちょっと待って。いやいや、そこええやん。いやいや、ちゃんとね。ええやん、そこは。ちょっと動くようになったかなと思ってたけど。可動域がね。手汗やばいけど、ね。ギューってずっと握ってるけ。じゃあ、お願いします。あっ、イエーイ。こうなるんよ。ちょっとこれ。すごいすごいすごい。右がこれすごいよ。これ大丈夫？すごいことなってるよこれ。これ大丈夫なん？このこれ大丈夫なん？これはすごいね。いやでもやってもらわんとな。まだ3つ目やけど。もう一回チャレンジしてもらいましょう。え、上の人のこと考えんでいいけ。いや違うよ。俺が右。あ、俺が右じゃない。次認めたね。おお。あ、痛い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 。おお。すげえ。じゃあ。ガッツポーズできた。素晴らしい。これ素晴らしい。まあでも一応できるな。まあでもあれよね、限界を超えたらまあいけるみたいな。いけるいけるいける。いや、これは負けんよ。はい、じゃあ続いていきますよ。はい。いや、これまさかあれじゃない？うわ、これ、はい、これか。なるほどね。来た。これもう持ち帰っとるやん。右を一緒に持たないかんのか。これで俺がいければ、ああ一生いっぱい取るか。ああ、まあそうやね。おお、いやー、まあまああれはまあ OK でしょう。一瞬でしたけど。うん、いやー、まあまあ回れとったんで。いや、俺一生いっぱい。いやー、くそー、マジか。よし、じゃあ俺が先行になるってことね。あ、そうやな、ね。あ、うん、そうかそうか。変わるんか。俺が技選べるけど。技選べるってもらえちょっとやれる技が限定されてるもんね。そうやなー。いきます。お願いします。さあ、何でしょうか。おお、なるほどー。ラードヤードですか。角度が。なるほどね。すごい角度になる。そうか、ラードヤードもむずいんか。やばいな、これはちょっと。いきますよ。あー、まあな。まあまあ、これぐらいはね。これはね。あ、これぐらいは。はい。はい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 。これぐらいはそうですね。よし。あと、だけん1か。1個決まらんかったら俺の負けか。そうやね。もうこれで決めにかかります。お、これが最後。決めにかかったってことか。わ、そっちね。もうね、もう右手離れとるやん。そっか、右手が右手が離れとんよ。はい。あ、マジか。それ危ね。もう右手だって使ってないやん。いや、でもまあ右手でもできるけんね。いや、できるけんねって。できるこれで決まらんかったら負けか。いや、オッケー、ラウンドヤード。おい、よし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 。こっからですよ。これバックヤードね。おお。全部どうやって戻る？戻り方がそもそもわからんっていうね。いや、違う違う。違う。あ、ごめん。あ、そっちか。俺こっちなんや。こっちか。違う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 。ごめんか。違うんや。どういうことこれ。ちょっと待って、戻せんないか。ちょっと待って、これ早めに戻ってるから。違う、手首が。ちょっと待って、決められとる人になってるからね。どっちに動くんこれ、関節。はい、ということで、はい、今回の対決、主任の勝利ということです。うわ、初勝利じゃないかな。もうなんか慣れてきたんじゃない。親しみを感じてきた。うん、まあということでガムテープチャレンジ、まあ、はい、レベルの差が明らかな人と、まあ、やるときはこういうチャレンジをねしてみたらいいんじゃないかと。まあ良い子は真似しないように、うん、はい、ということで、はい、以上 BM 木曽志村ラッシュパワーマネケーションとチュインでした。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。